試合お疲れ様でした。まずは、今の試合を振り返って感想をお願いいたします。まあ、前半後と、まあ、ブロック作られた中で、まあ、なかなか攻めきれず、まあ、シュートもあんまり打てて、まあ、終わってしまって、まあまあ、点が入らなかった試合になったのと、まあまあ、守備はゼロで終えたのは良かったです。次、明日からノックアウトステージに移行すると思います。そちらの意気込みの方をお願いいたします。負けたら終わりのトーナメントだと思います。内容より結果に戻って頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。